はい、どうもです。親父です。今日はね、お休みでいろいろね、お買い物来たりだとか、まあそういうことをしてるんですけども、あまりにちょっと天気良かったんでね、公園でお弁当なんか食べようかななんて思ってね、こちら買ってきました。イオンさんで、なんかすごい、やっぱりね、行くとさ、揚げ物食べたくなっちゃうね。特にこういうさ、お弁当系のさ、おにぎりがずっこけた、おにぎりがずっこけたなんですけども、もちろんね、いまだ揚げ物週2日やってますんで、そこはブレないようにね、揚げ物やめました。この中でも美味しそうな、このね、鶏照り焼きそぼろ重、いや、いい匂いよ。これをね、食べていこうかななんて思ってるんですけどもね、まずちょっとまだあったかいんで、こちらに行きましょう。オリジンさんのね、マグロたくあん。イオンさんはオリジン系列なのかな、割とお弁当取り扱ってたりとか、おにぎりやったりするんですけどね、まだあったかかったの。マグロたくあん159円ってことで。まあ、定番の鮭でもいいかなと思ったんですけど、それはね、昨日の、あ、昨日じゃないわ。まあ、鮭でもよかったんですけど、まあ、鮭こないだ食べましたし、あれ、私、開け方が、下手なのかしら。おう、もうね、海苔がさ、すごいいい香りすんのよね。はい。あ、でも、オリジンのおにぎりって上に具が乗ってたよね。わかるようにね。乗ってなかったね。いただきます。うん。美味しいね。なんかね、2月14日でバレンタインなんですけど、まあ案の定何の予定もないんで、まあそれは置いといて、毎年そこのね、今日の1ヶ月後、3月、まあ14日っていうか、まあ10日前後ぐらいに来るんですけど、芝桜が綺麗に咲く公園なんですよ、こう。まだ全然早いかななんて思いながらも、もうね、お弁当食べたくてしょうがなかったから。今こちらに止めてるんですけど、少し咲いてるね。もう目の前、桜。うん、美味しい、美味しい。天むすも美味しそうだったのよ、おにぎり。でも揚げ物常連に引っかかっちゃうから、うん、わさび効いて美味しい。うん、魚があんまり好きじゃないの。うん、好んで食べない。でも鶏肉がすごい美味しそうだったから、いただきます。うん、お肉はね、しっかり味がついて、生姜の風味がする。すごい柔らかいってほどではないんですけど、噛むことで鶏の旨味がしっかり出る、そのぐらいの硬さですね。うん、ご飯もタレが染みて、
ほんと見た目が美味しそうでさ、これは。で、イオンは結構ね、そこでかいイオンだから、お惣菜も充実しててさ、カレーの南蛮がけ、魚の一皿500円ぐらいだったかな。めちゃめちゃ乗ってるんだけどね。それも食べたいなと思ったんだけど、揚げ物上手に引っかかるんでやめました。こういうさ、ご飯に乗ってない紅生姜っても適当にかけちゃっていいのかな。それかつまみながらなのかね、おしんこ、お漬物扱いなのか、どうなんだろう。今日は1点もハードオフ行ってきてさ、少し離れたハードオフに行こうかなと思ってたんだけど、そこで結構時間潰しちゃってさ、また今度でいいやと思って。そこはこの後は近場のハードオフもう一軒行って、スーパーとドラッグストア行って帰ろうかなと思ってる。せっかく朝一やったさ、動物の森をさ、セーブしないで消しちゃって、あれってセーブのシステムがスタートを押して終わらせるゲームなの。ゲーム内でセーブするしないじゃなくて、でスタートの横にパワーがあるんだけど、それと間違えて押しちゃうことがたまにあってさ、今日も押しちゃった。30分ぐらいやってたんだけど、すべて無駄に。なっちゃったんで、また同じ作業しないといけないのよ。うん、卵は甘い。ほんと卵買ってないよ、もう。去年の6月ぐらいにちょっとね、やめて。もちろんお弁当に卵焼き入ってるとか、お寿司に卵巻き入ってるとか、中華丼にうずらの卵入ってたとかさ、まあラーメンなんかはもう絵で入ってるって分かっちゃうと頼まないんだけど、例えばメニューだけ写真が載ってない、それで頼んだ時に卵入ってゆで卵入ってて食べるって時があるんだけど、まず家で生卵買って食べることもないし、選んで食べることもないね。今回のこれも照り焼きが食べたくて買った。何ついてたっていう話で、
気持ちいいね。本当バレンタインってことを昨日まで忘れてて、会社のおばちゃんに義理チョコをもらってさ、あっつって前々日の2月12日にチョコが安くてさ大量に買ってた。全く覚えてなくて、バレンタインは。うん、おいしい。430円だったかな。安くておいしいって感じられるって幸せだよな。まあそこにはもちろん企業努力があるわけだけど、努力っていうのはお金に換えられないからね。高級なものより価値があると思う。美味しいものを作れるってことは。うん、完食。そうだ、多分これだと思うよ、うちの母ちゃん好きなやつ。ちょっとはっきり覚えてなかったから1個だけ買って実家に届けてくる。まあ違ったら違ったで全然自分でも食べれそうだし、はい、ってことでね、ごちそうさまでした。今日はねイオンで鶏照り焼き弁当とね、マグロたくあんのおにぎり購入して食べました。全部で590円か。結構いったな、自分の思いの中以上に。でもねとても美味しかったです。今日はね天気も良かったんでね、公園で食べたことによってねさらに美味しく感じることができました。ご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバイ。